日本福井県福井市松本松本は福井県福井市の町名。松本1丁目から松本4丁目までが設置されており、全域で住居表示を実施している。郵便番号は910の0003。福井市の中央部、阿蘇和川の中流域に位置している。不死町ブロックに属する。町域の北方には文京、町や南方には方影、東方には 北陸本線をまたいで四姫の口、開発町、西開発、西方には、田原、南西方には、春山がそれぞれ接している。町域は、東から一丁目、二丁目の順で、四丁目まである。また、松本地区は、おおむね松本市、二丁目、文京一丁目、町屋、大岸寺、菊町、大宮市、二丁目、二宮市、二丁目、行くよ。 京電のエリアで構成されている。町域の南端部を福井県道128号、福井停車場米松線が東西に通っており、西端部を福井県道30号福井丸岡線が南北に通っている。町域の北端部を越前鉄道三国河原線が東西に通っており、町域内には西別院駅と松本町屋駅がある。また、東端部には 北陸本線が通っていて、並行して東側に北陸新幹線が通る予定である。教育施設は中央部には福井市宝永小学校、東部には福井市新名中学校が所在している。このほか、一丁目北西側には福井県営住宅では最大規模の町屋団地がある。2018年5月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。